ピント合うかな。でっかいニキビができました。やばくないこれ。やばくないですか？なんかちょっと卑猥な感じのニキビができました。いやー、超ショック。もう今年に入ってからね、2回目なんですよ、このニキビができるの。今年のゴールデンウィークぐらいにここに同じようなニキビができて、そこまで普段ニキビとかできないので、なんか珍しいなと思ってたら、なんかね、もうみるみるうちにでっかくなって、で、まあ今回と一緒で3日間ぐらいで本当に信じられないぐらいの、大きさになったんですね。本当に。ふざけてね、友達に送りまくってたから写真を。なんかのキャラクターみたいになってるんですけど、こんな感じでここにボコってでっかいニキビができて、でなんかね、とにかく痛いんですよね。もう最初皮膚科行ってもなんかニキビできちゃったねみたいな感じで、抗生物質と、まあ、塗り薬、なんかアクネ菌が増えないようにするための薬みたいなのもらって、まあ、5日間分ぐらいもらったのかな。で抗生物質も5日間分ぐらい出たんですけど、まあ、結局もうほんと3日ぐらいでパーンって大きくなったから。でそれがね、ゴールデンウィークの前日だったのかな。そうだから、このゴールデンウィーク入っちゃうと私のニキビどうなっちゃうんだと思って、で最初ね、粉瘤かなとも思ったんですよ。なんかその、なんて言うんだろう、その皮膚の中に袋ができちゃって、そこに、まあ、老廃物とかが溜まって、まあ、海とかが溜まるみたいな。だからもうここを切って、その袋ごとバッて取り出す手術になるかなとか思ったんですけど、急いで別の、皮膚科に行って、で、見てもらったら、まあ、単純にそのばい菌が入ったのが悪化して、まあ、ニキビでね、膿が溜まってるってことで、まあ、一応麻酔して、で、ちょっとこうメスみたいに切って、でもひたすらこうやってグーって押して、中身を出すっていう、ほんと拷問みたいな感じだったんですけど、そう、まあ、とにかくそれで、膿を出してもらって、まあ、その後もしこりなんかね、どんぐらいだろう、10円玉分ぐらいのしこりがずーっと残ってて、まあ、メイクすればそんなに目立ちはしないんですけど、まあ、メイク落とすとすごいね、なんか、赤みもあるし、っていうので、まあ、2ヶ月ぐらいかな。そう、最近やっと良くなってきたって感じだったので、約2ヶ月ぐらいかな。ああ、やっとなくなってきたとか思った矢先の、これが、こいつがね、出てきたので、もう嫌になっちゃう。まあね、接客業なので、なんかね、ちょっとこの顔で仕事するのも恥ずかしいので、もうここに大きい絆創膏べって貼って、まあ仕事してるんですけど、これもね、なんかポチってニキビができてから、今3日、まあ4日目ぐらいか。そう、日に日にでっかくなってきてます。あ、潰れちゃったっぽい。あ、ちょっとね、潰れたっぽいな。やなぁ。血が出てきてます。で、なんかニキビの種類としては、赤ニキビとか黄色ニキビって言われる、もう本当に炎症がね、だいぶ進んだニキビっていうことで、自分で触ってね、生み出そうとかすると、なんだろう、どんどん炎症が広がっちゃうってことで、もう触らずに、本当に極力触らずにいたんですが、さっき顔洗って化粧水つけてる時にガッてね、手が引っかかって、なんかね、表面、そう、この傷つけちゃったんですよね。で、まあなんかその黄色ニキビって、なんて言うんだろうな、この赤い炎症の中心にプチってもう膿が溜まってるんですよね。だからそれを本当にもうプチって出したくなるんだけど、まあ、出しちゃダメってことでずっと我慢してたんだけど、さっき引っかかったことでそこがね、パチって弾けちゃって、膿がダラダラダラって出てきちゃったんで、もうしょうがないと思ってグーって押し出したら、今度血が止まんなくなっちゃったっていう。マジテンション下がる。そう、っていうことで、ゼビアックスっていう塗り薬を処方してもらい、1日1回っていうことだったんですけど、夜お風呂入った後に塗って、朝また起きて洗顔した後にもう塗ってたんですよね。そうでもやっぱりなんかほてってる感じ、なんかすごいね、ここは熱持って痛いなーっていうのと、なんかねたまにチクチクってした痛みがあるというか、そうだからなんかやっぱりちょっと2回塗るの良くないのかなと思って今日から1回にしました容量は守りましょうみたいなそうで、あと飲み薬を朝ごはんの後と夜ごはんの後に1錠ずつ飲んでっていう感じなんですけど、そうやっぱりでっかくなってますね。全然治んない。でっかくなってます。はい、ということで明日急遽ね仕事休みになったので、朝起きて悪化してたらもう一回皮膚科行こうかなと思います。前回も本当にね切ってその生み出した後がもうめっちゃ楽だったんですよね。とにかく今これほんと痛いし、このしこりみたいな見えるかな、そうしこりみたいなのが気になるし、もしね今の状態よりもひどくなってるようだったら明日もう一回皮膚科行って切開できないかどうかちょっと聞いてみて来ようかなと思います。あーショック。でなんか原因なんだろうと思ってなんか調べてみたら、不規則な生活、なんか食生活悪かったりとか、ビタミン不足、運動不足、睡眠不足でストレスとかっていうのがね、原因って書いてあったんですけど、どれも当てはまらないなと思って、最近割とね睡眠時間もたっぷりとってるし、ご飯もそんなにね外食も今月は外食結構控えてたのでフルーツだったりとかも食べてたから、強いて言えば仕事がねめっちゃ忙しかったから、ストレスとか思ったけど、疲れたっていうのあるけど割とバーッと忙しく働くの好きなので、それで今までねこうやってニキビできたりとかもなかったから、そうそれでもなさそうだしなーっていうので、なんか30代しこりニキビみたいに調べたら、昔からねすごい乾燥肌なんですけど、乾燥からくる、ニキビ、なんか自分でこう油を作り出そうってなって、毛穴が詰まっちゃって、ばい菌が繁殖してみたいな感じで、できることがある。できることが、特に30代後半とかは皮脂の分泌が減ることによってそういうのが起こりますっていうのがあって、割と肌調子悪いなと思ったらパックしたりとか、なんだピーリングしたりとかいつもだったらやるんですけど、そのちょっと忙しさにかまけてそういうのサボってたから、やっぱそれでかなっていう感じはするんですよね。だし、このニキビができるほんと直前まで、結構ね、2度目のお肌の曲がり角かっていうぐらい、もうこの辺とかも、なんか夏なのに乾燥すごくて、なんか乾燥っていうかなんていうんだろうな、なんかもう肌がずっとゴワゴワしてる感じっていうのかな。そう、なんか今までにないぐらいほんと肌の調子悪いなと思って、で、なんかそう、29歳、30手前ぐらいの時に一回肌質が変わるというか、年齢肌というか、一個段階が上がったなっていうのがあったんですけど、もう本当に今まで使ってた化粧品が全く合わないし、その時は皮むけだったかな。もう本当にね、とにかく顔中の皮がむけちゃって、っていうので、本当にすごいね、悩んだ時期があったんですけど、第2回年齢肌っていう感じなのか。そう、今年入ってからその大きいニキビもそうだし、その前もなんかね、この毛の絵みたいな眉毛とか、このもみあげのところに、結構そういう治りづらい、もう痛いニキビができてっていうのがあったので、年齢による肌荒れなのかなってちょっと、思ってます。はい。ということで、最近ね、そう YouTube 撮ってなかったんですが、なんかこれ治るの待ってたらね、いつまで、かかるかわかんないし、いつもメイクのね、動画撮ってると、綺麗に、もちろん綺麗に見えるように、やばい、また血出てきた。よしくんみたいな、血出てくるって何これ。やだー、困っちゃう。そうでなんかそうメイクのね動画撮ってるともちろんこう色がね綺麗に映るようにとか、照明っていうかね肌が綺麗に見えるようにっていうので撮ってるから、まあそのね、そんなにトラブルがないように思われるかもしれないんですが、まあ実際そんなに今まで悩んだことってなかったんですけど、まあとにかく私もこんな感じで悩んでますっていうのを今日はなんかリアルな感じでね、そう撮ろうと思ったので、はい、撮ってみました。まあ治るでしょう。もう前回もね、ほんとここ、もうしこりずっと残るんだなとか思ってたんですけど、なんだかんだ2ヶ月で良くなったので、はい、まあ、こっちも良くなるでしょうっていうことで、我慢していきたいと思います。またちょっと皮膚科行って、様子見て YouTube 上げます。今日は超ゆるっとなんですが、はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。